続きまして、新システムでは過疎地の保育が守れないということで、兵庫県保育所運動連絡会小坂純子さんより訴えます。兵庫県から参加したメンバーで皆さんに訴えさせていただきます。兵庫県は神戸市、西宮市などの待機児をたくさん抱えた都市部とともに人口減少地域と呼ばれるところがたくさんあります。兵庫県は適時保育所が全国で一番多い地域でした。夜明け前から日暮れまで農業、林業に従事しながら子育てをする母親の労働を助けるための保育所づくり運動を通して、農産村にたくさんの僻地保育所が作られました。その僻地保育所は小さな地域の集落で母親の労働と子育てのセンターの役割を果たしてきました。しかし最近、少子化と地方財政の危機から過疎地域の保育所の統廃合が進んでいます。さらに平成の町村合併はその統廃合に拍車をかけました。村岡町というところでは財政難を理由に町内の僻地保育所を全園廃園にしました。氷ノ山の山の中腹にあった保育園へ通っていた3歳児は町の中心地までバスで通うことになりました。また別の僻地保育所を訪ねたら、地域の老人が保育所はもうしてへんで、ここには子どもはおらへんでと言われました。保育所はその地域の労働と子育てを支えてきました。特に過疎地域の保育所がなくなることはその集落がなくなることを意味します。新システムになって市場競争原理を持ち込めば、過疎地域の保育所はほとんど維持できなくなります。一人しかいない子どもだからこそ保育所が必要です。そして地域の子育てと労働を保障してこそ地域が活性化します。今私たちは子どもを守り、保育を守り、地域を守るために、さらば新システムを合言葉に第44回合同研究集会の準備を行っています。その準備の中で過疎地域もくまなく訪ねて意見交換をしています。その取り組みの中で新システム反対の声も大きくなっています。そして合計の参加を組織してくれる人たちも出てきています。子どもを真ん中に、より良い保育とはと子どもに関わる人たちが一堂に集まる世界で一番大きな研究集会、合研集会に集まってください。どんな時にも、どこに住んでいても、一人一人が大切にされ健やかに育つ環境がある。ここ子どもに関わるすべての人が集まり、そのことを集会で確かめ合い語り合っていきたいと思います。今日は兵庫から合憲のテーマでもあります川辺のタオルも持ってきています。どうぞ向こうのテントで売っていますので、よろしくお願いいたします。